はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日は大阪のボーリングスペースヒット、僕の育ったセンターですね、こちらにお邪魔しております。今日はね、6月のデイリーコンディションをフレッシュで引いていただいたので投げたいと思います。41フィートで7対1ぐらいで、オイルが26ミリあるので、ちょっと2、3球投げたんですけど、なんかね、案外ね、曲がるボールが投げれたんです。ということで今日は曲がる代表、キャッチの強い代表と言ってるかな、アブソリュートパールと、中間かちょっと弱い目ぐらいの走るメイリージャブアクアを投げ比べてみたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きます。アブソリュートがね、41フィートなのに案外使えたんですよね。で、まだね、言うても練習を3球ぐらいしか投げてなくて、今から体が温まっていくところなんですけど、ね、1フレ、ほら案外ね、41フィートに感じないんですよ。ちょっと正直あれって思いました。まあ、ドリルのレイアウトがね、確か60度ぐらいに設定してあるんで、キャッチのいいボールというながらもレイアウトは進むように開けてあるっていうのも大きく影響してるんじゃないかなとは思うんですけど、そうなんです、これ思ったより走るんでね、ちょっとおーって今思ってます。これね、ほらやばくない結構いってるよ。おーって感じないけど、まあ帰りはいいしね、ヒットさんのキャッチとかキレはいいセンターなんで、全然アクアでも投げれると思うんですけど、思ったよりね、オイル量からしてこんなにキャッチのいいボールが投げれるとは思いもせず、でもアクアに変えます。切れる？おお、ね、ちょっと動きが遅いからタップした。スペアボールでだいたいね、この真ん中のオイル力っぷりっていうのは多少感じ取れるもんなんで、どうでしょうね。ほら、スーッと、ちょっと今僕の中では打ちミスやったんですけど、平気で取れたんで、オイルは感じれる。26ミリって今時やったらそんなに多くはないんですけど、20年前で26ミリって言ったらズルズルですけどね、今時の26ミリはまあ普通、まあ、デイリーやったらまあ多いかなぐらいの感じですけども、アクアやったらまだね、ちょっと行き足良すぎて不安がある。ちょっと中行った。おお、しかしいいレーンだな、幅をすごく感じる。さあ、もう一回アブソリュートに変えますね。まあアブソリュートの方がやっぱり転がり感はありますよね。早くは早くから曲がろうとはしていると思いますけどね、コア的にはね。あえてのちょっと左寄ります。あえて左寄った。このまた端のピンの絡むことよ絡むことよ。いい絡みしましたね今ね。これアブソリュートを、実はアブソリュートパールって開けるのこれ2回目なんですね。1回ちょっといただいたボールを持ってて、その時はちょっと強いレイアウトしすぎてね、なんか手前からふわふわするし頼んねえなと思ってたんですけど、今回ちょっとこういう走りのいいレイアウトにしてみたら
なんか見違えるぐらい良くなりましてですね、まあ、これ新旧な新品なんですけど、トーナメント持っていくためにね、この前期上半期のレーンコンディションで、考えた結果がこういうレイアウトでこういう強いボールっていう風に行き着いたわけなんですけども、これが大当たりなんだわ。中行ってもね、ほら、十分行ってる。まあ、天秤残っちゃいましたけど、41フィートなのにあんな使えるっていうね、はい、これは心強い味方ができました。はい、スペア行きます。天秤も今ゆっくり投げたんですけど、曲がろうともしないくらいヒットさんの今月のレーンはオイルをしっかり感じると思います。今のところどっち投げても多数字と狙うとかそんなに変わらないです。で、アクアの方がちょっと手前から動くようなレイアウトにはなっております。はい、ね、投げるとこはそんなに変わんないんですよ。まさかのカバーの強さ、コアの形、RG、デルタ RG 全く違う、対象非対象なのにあんまり軌道変わってないですよね。多分重ねたとあのリプレイを出してると思うんですけど、タツイチも狙うとこも変えてないんですよ。ということでヒットさんの今月のレーンはかなりの高スコアが期待できるコンディションなのじゃないかなという推測を今しております。ハイロードパンチ持ってきてよかったな。ちょっとやってみたいね、このレーン。ちょっと外目に出た。あ、残るピンが一緒ですもんね。ちょっとスピード入れたら天ピン41に感じない。42か3ぐらいに感じてる今。はい、OK。 さあ1球だけちょっと、オープニングでは喋っていないブラック移動ハイブリッド、ちょうど真ん中に位置づけられると思うんですけど、レイアウト見てもらったらマスバイアスが外に振ってあるんで早く止まるようにしてあるボールです。ハイブリッドだ上に早く止まるようなレイアウト。さっきのアブソリュートはパールなのにパールで行くように上げてあるレイアウトなんで、こっちの方が曲がる気がするな。親指抜けへんかった。やっぱりこうタルーンってしてますよね。ボールが悪いわけじゃなくて、まあ、ちょっと今親指抜けなかったのもあるし、ちょっと走り感がちょっと弱かったので、このレイアウトならオイルがもうちょっと長いか30ミリぐらいあるかの時使いたいかなっていう意味で、最初のオープニングで喋ったアクアとアブソリュートになったわけなんですけどね。はい、OK。 さあ点フレです。なんか悔しいのでもう一回ブラック移動言っといていいですか動画にオープニングに喋ってないボールを2回も投げるなんてちょっと違う気がするけど許してください。ちょっと左寄りました。ちょっとサイド入れました。はい、ね、やっぱこっちの方がキャッチが早いね。あのキャッチが早いというかコアの起き上がりが早いので、ちょっと中から右へ振ってあげた方が良さげでした。はい、ということでこのボールはごちそうさまで、アブソリュート
ファウルをもう1回投げてストライクなら最後アクアを投げるという風なイメージでございます。これ今、さっきのストライクのアブソリュートじゃなくてブラック移動と同じところに今立ちました。あ、中行っちゃった。助かって、セーフ。危なかった。はい、じゃあ最後ね、メイリージャブアクアで終わりたいと思います。はい、それでは行きます。これはちょっと出たら戻らんかもね。薄くてバケットとか天秤やったらごめんね。ね、ドンピシャ。はい、ということで今日のスコア226でございます。まあ、やっぱりあの41だけどしっかり右向けると41には感じなかったです。これは僕の回転がないからかもわかんないですけど、よく曲げる人は内が折れる可能性もありますけどね。でも今月のレーンは間違いなくいいレーンであることは間違いないと思いますので、ぜひこれからね、まだ残り20日間ほどありますので、ヒットさんで投げる方は、コースカーを楽しみに来場してください。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメント待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。